ワールドフードデイイズワン、インターナショナルデイフォーザワールドフードプロブレム、ウィッチザユナイテッドネーションズハズセットアズオクトーバー十六、エブリイヤー、ザイキシビジョンオブザユナイテッドネーションズフードアンドアグリ、オーガニゼーション、オンオクトーバー十六、一九四十五、ワズイスタブリッシュトイン一九八十一アズ、A ユニバーサルインターナショナルデイ、オンリスデイ、セレブレーションズアレワイドリー。 カーブドバイメニーオーガニゼーションズインボルブドインフード、セキュリティインバルビングザユナイテッドネーションズワールドフード、プログラムザ、インターナショナルファンドフォーアグリカルチュラルデベロップメント、雪だるまと雪、雪だるまと雪、世界食料デーには毎年テーマがあり、2016年が気候変動、食料、農業も適応を、2017年が移住者の未来に変革を、 食料安全保障と農村開発への投資。そして2018年のテーマは2030年までに飢餓のない世界は達成できるで、これは国連が掲げる持続可能な開発目標の目標にともつながっている。ワシントン DC にある世界食糧デーの米国委員会事務所が置かれている建物。世界食糧デーは1979年11月の 第20回 FAO 総会において FAO 加盟国により創設された。ハンガリー代表団が自国の元農業食料大臣だったパルロマニー博士を率いてこの20回 FAO 総会で積極的な役割を果たし世界規模で WFD を祝う考えを提唱した。以来毎年150カ国以上で 貧困や飢餓の背景にある問題への意識向上が図られている。1981年以降、世界食料では毎年異なるテーマを採用しており、それは行動が必要とされる分野に光を当てて共通の焦点を与えるためである。テーマの大半は農業関連となっているが、これは農業への投資やそれに伴う教育と保険への支援だけが、 現状を変え得るものだからである。その投資の大部分は民間部門から来るものでなくてはならず、民間投資を特に促進し刺激するという観点から公共投資が重要な役割を果たすことになる。多くの途上国経済における原動力として農業は重要であるにもかかわらず、この分野は投資不足にしばしば悩まされる。農業分野への援助は 過去20年間で著しい現象を示している。第一回世界食糧デーを記念したイタリアのコイン第一回世界食糧デーを記念したアフガニスタンのコイン150カ国以上で世界食糧デーにイベントが実施される。近年実施されている各国の例は次の通り。1982年に最初の世界食糧デーがあって以来、米国では世界食糧デーが 伝統になっている。米国におけるこの努力は、官民合わせて450のボランティア組織による支援で成り立っている。世界食料デーのイベントの一例として、オックスファームアメリカが他のいくつかの非営利団体と協力出資する世界食料デーの日曜ディナーがある。名誉退職した大主教、デズモンド・ムピロツツと作家フランシスム・ア・ラッペが、 世界食糧デーの日曜ディナーを促進するため、オックスファムアメリカに協力している。2007年以降、デモインでは、世界食糧デー、または、その近日にアイオワハンガーサミットが開催され、年1回のシンポジウムと共に、世界食糧賞の選考が実施される。イタリアでは、省庁、大学、研究機関、国際機関、NGO が様々な展示会やシンポジウムを、 開催している。2005年にイタリアの農林水産省は農村地域にいる女性の権利に焦点を当てた会議を開催した。ドイツでは連邦食料、農業省が記者会見を通してすべてに携わっている。スペインではテレビ局が放送イベントを行っていて活動的である。FAO 新全大使であるスペインサッカー界の司法ラウル・ゴンサレスがイベントに参加して 自国の食料安全保障問題に注目してもらう手助けを行っている。イギリスの食品グループは会見やメディア放送を通じて積極的に活動している。東ヨーロッパの経済振興国では様々な活動が実施されている。ハンガリーでは著名な専門家がハンガリー農業博物館と FAO に提案を行い、FAO 準地域の代表によって WFD メダルが有名なハンガリーの専門家に授与された。教皇ヨハネ・パウロ2世とベネディクト16世は、星座を代表して、世界食糧デーに、食糧生産者及び消費者に当てた年次メッセージを送っている。ボツワナでの世界食糧デーの祝賀アンゴラは2005年に、農村女性の第4回フォーラムを通じて、世界食糧デーを祝い、ブルンジでは、 食料生産に関する象徴的な例を供給するために第二副大統領がジャガイモを植えた。中央アフリカ共和国では世界食料例に合わせて大統領がボダで橋の開通を行い農業生産地域をよりアクセスしやすくした。チャドでは劇場、映画、民族舞踊、プロジェクトサイトへの訪問、農業会社の訪問などで何千人もの人々が 議論や活動に参加している。ガーナでは食料農業省が食料安全保障会議を主催し、ナミビアは国内メディアを通じて啓発キャンペーンを実施している。ボツワナでは2017年10月19日にカラカマキ農場で開催された世界食料デーの記念式典で国立食料技術研究所が近頃の製品とサービスを展示した。 エジプトは栄養問題に関するフォーラムを開催している。モロッコとチュニジアではセミナーと展示会が開催される。ナイジェリアでは食料供給計画に関与する組織と個人が食料生産の利害関係者と連携して食料安全保障の課題に取り組む。例えば2009年以来北部ナイジェリアは不安定である。人道組織アクションアゲンストハンガーによると ナイジェリア北東部での人道危機が進行中かつ、深刻化して150万人以上が流浪しており、400万人が切実な食料不確保を経験し、人道的援助を必要としている。2010年以来、アーは食料不確保によって起こる致命的な栄養失調に対処するべく、国の機関と地域社会の両方と協力で活動を行っている。世界食料デーを記念した、 フィリピンのコインインドでは世界食糧デーを祝賀するイベントはまだ行われていない。バングラデシュ政府は食糧祭の開催を通して関与を行っている。中国では2005年に様々な少数民族が住む極安市市で農業省と極安市政府による記念式典が行われ多数の政府交換が参加している。朝鮮民主主義人民共和国では セミナーが開催され、様々なプロジェクトサイトへの訪問がされている。インドネシアの農業省は、過去に西ジャワ州バンドンで主要食品博覧会を開催しており、バリ島では NGO の農民及び漁民ワークショップが開催された。アルメニアでは農業省、NGO 団体、アルメニア国立農業大学、提供者共同体、国際機関、マスメディアが、 世界食料デーの式典に参加している。アフガニスタンでは、省庁の代表者、大使館員、国連機関、国際金融機構、国内外の NGO、FAO 職員が世界食料デーの式典に出席する。キプロスでは、小中学校で特別の式典が行われ、教師が世界食料デーの重要性を説明している。パキスタンでは、マップスという名の教会が、 貧困層や困窮者たちに食料を提供することで世界食料デーを祝いワークショップを組織して食料の重要性を伝えているフィリピンでは2015年10月16日作家で起業家のウィルソン・リー・フロールズがケソン市の一角にある自らのカフェで超党派のフォーラムを開き世界食料デーの祝賀を始めた彼の他フェリペゴゾン、ソニー・アンガラ上院議員 俳優のディンドン・ダンテスといった有名人が都市部の貧困家庭に3万個の部門やレンガの石窯で焼いたパンをはじめとするプレゼントを送った。2016年に彼はこの市民プロジェクトを下ソン市の副市長やフィリピン佳境事前団体の幹部といった著名人と再び実施し、さらに都市部の貧困家庭に向けた無料の医療ミッションも追加した。 2017年10月16日、フロールズは、都市部の貧困家庭のために、プゴンで焼いたパンほか、食料プレゼントを5万個に増やし、歯科と眼科の無料医療ミッションも10月8日と29日に実施した。この3回目の、世界のパンデサルの日の特別ゲストには、フィリピン副大統領のレニーロブレドをはじめ、最高裁判所長官やフィリピン国家警察の高官が参加した。 日本では毎年10月16日が世界食料デーだと告知されることはほとんどなく、この日に関連イベントを放送するメディアも皆無に等しい。150カ国以上で宿泊イベントが行われているにもかかわらず、日本ではこの国際デーへの関心が薄い状況にある。世界食料デーを記念したウルグアイのコインチリでは現地特産食料品の展示会が 地域コミュニティによって準備される。アルゼンチンでは政府の交換、学者、国際機関、報道機関の職員が主要式典に参加する。メキシコでは2005年に市民団体と学生の関与と支援があって、飢餓のないメキシコに向けた国家キャンペーンが実施された。キューバでは生産者が農業フェアで展望や経験談を交換できるようになっている。メディアは 世界食料デーの啓発キャンペーンを強く支持している。ベネズエラではイベントの全国放送が行われている。ありがとうございます。